夢だおアナウンサーのゆるちゃん。今日は上村王ということなんですけれども、うなぽんはもうね、同期なんで、はい、そうですね、11、2年ぐらいの付き合いなので。なるほど。そうなんですよ、大学1年生の時から友達なので、これはもう目をつぶってでも答えられるかなとは。余裕は質問が分からないです。目をつぶる。タンさんどうですか、上村さんとはお仕事接点。 TBS ラジオの風立ちぬというラジオドラマで神武が、そうだ、妹か、そう、妹役、私は。そうだ、どう？私は S1 とかスポーツ系を上村さんから受け継いでるので、優しいんですよ。分かんなかった何でも聞いてねとか、すごいたくさん LINE くださったりとか。私もおしっこと一緒の時はあんまないんですけど、でも一回上村さんがご飯誘ってくださって、そう、2人でランチしたこともあったんで、すごい話しやすい先輩なんで。じゃあまずは上村アナからみんなにこんなメッセージ届いてます。何上村、上村をよろしくお願いします。さあ、私の答え皆さんわかるでしょうか。タリカシチャンネルの皆さんだと、カコちゃんとリナちゃんは一緒ぐらいかな。高木さんは答えられないかもしれないです。でも高木さん、私のことカミムって呼んでくれてて、結構心は開いてくれてる方なのかなと思うので、高木さんが私のことどれだけ答えられるかも注目しています。うないさんはもうこれね、全問正解してほしい。もう私の全てをさらけ出しているので、私でも答え悩むやつはうないも悩むかもしれないんですけど、うないは全部正解してください。何の嘘ですか。びっくりした。本当かと思っちゃった。びっくり情報です。びっくりしたもん。はい、ではまず第1問いきます。うそ、好きな色は、はい、カミムーの好きな色。はい、カミムーさんイメージ。いくよ。はい。どうぞ。せーの、ダン。青、黒。おお。うなぽんと一緒ってことはなんで自信あるか。嬉しい、安心できる。多分合わせに来てくれてるんですよ、私。こう答えるだろうなっていう。そう、数字やった。私は何をですね。もはや。好きな色、私のインスタグラム見ていただくと分かると思うんですけど、結構寒色系の服が多いんです。よしよし。うん、でもそれは衣装の中であるから選ぶのであって、よくイメージで言われるのは黄色、お花もひまわりとか、ああいう明るい夏っぽいイメージって言われるので、好きな色としては黄色かな。ちょっと引っ掛け問題ということで、水色って答えた人はマイナス1ポイントにしようと思います。消してるから、答えは黄色です。消してるから、え、消してるよ。よかった、危ない。てか、いつからこのマイナスポイント出たんですか。本当、怖い。このルール。ちょっとうなぽん、納得いかない。あれ、黄色は絶対納得いかないからね。そう、ピンとこない。はい、次、航空着。いや、ちょっと待って、わかんないよ。全然わかんない。いいよ。いきます。せーの、ドン。はい、口笛、料理、陸上、マラソン。お、陸上部、ハードルで、県2だっけ。めっちゃ問いかけてる。口笛と料理、はい、口笛。もうこれしか勝手なイメージ。これといってすごい特技ないんですよね。何でも一応平均点以上はなんとなくできるんですけど、特技、これ答えられたらすごいなと思うんですけど、LINE のスタンプ作るの結構特技かもしれないです。何それ、メイクが大好きすぎて。確かになんか聞いたことある。メイクの写真を加工してスタンプを作ってるんですけど、まあ、家族でしか使ってないから、うないにも使ったことないので、これ答えられたらすごいかもしれないな。正解は LINE のスタンプ作りです。知らなかった。はい、送ってください。はい、子供の頃の夢。ちょっと分かんないから。子供の頃の夢、
ちょっと待って。子供の頃の夢。はい。はい。いきます。せーの、ダン。ディズニープリンセス。あ、ディズニー大好き。スポーツ選手。お母さん。さんスタッフ。ないって。立派な子供の頃。ないってライン。ライン最近ですからね。いっぱいあるな、コロコロ変わってたな。幼稚園の時の夢がディズニーのパレードに出るダンサーさんです。オリエンタルランドで働きたいと思ってそうって多分答えてる人多いかもしれないですけど、パレードのダンサーさん。ダンスめっちゃ下手くそなんですけど、でもあと小学校1年生の時はアナウンサーになりたいって言ってたし、小学校6年生の時は警察官になって白バイに乗りたいとかって言ってたので、ディズニーのダンサーさんまで答えられたら3ポイントで、アナウンサーだったら1ポイント、警察官1ポイントあげようと思います。聞いたことない。一番良かったね。ちょっと惜しかったですね。そっちか。じゃあ続いて大好物。いやもう分からん、分からん、分からない。食べてるとかあんま見たことない。俺もそうよ。うん、大好物。ヒントください。ヒントください。ヒントください。ヒントちょうだい。これ知ってそう。やばい。急に言えないですよ。喋んないもん。絶対これ確実なやつだな。もう分かんない。一緒に食べたことあるもの。せーの。おでん。おそば。ベトナム料理。おお。パエリア。ベトナム料理なんだね。これは間違いないんですけど、こう答えてくるか。でもね、多分そうだと思うんだけど。フォーとか言ってくるか。かっこいいよ。何でも好きですけど、お寿司好きです。はぁ？お肉も好き、焼き肉。はぁ？何でも好きですけど、お寿司好きです。はぁ？お肉も好き、焼き肉。あと3つ目挙げるとしたら、ベトナム料理大好きで、多分このベトナム料理っていうのは、ね、うないは絶対わかるはず。2人でもよく一緒に旅に行ってるので、このベトナム料理が答えられたら3ポイントあげます。でもベトナム料理好きっていうのは、インスタグラム見てくれてるりなちゃんもかこちゃんも慎太郎くんも分かってほしいです。これベトナム料理って答えられなかった人いたらマイナス2ポイントです。なんで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 。めっちゃ厳しかった。え、知らんがな。だって一緒におそば食べベトナム料理か。あ、ナポの大好物はって聞いたらカミムが何と言ったか。ちょっと待てよ。そうですよね、これうないさんの大好物だけど。あ、どっちかな。村さんどっちか。はい、はい、せーの。もう私はこれだと思います。シウマイ弁当。あー、シウマイか。私もカツ丼。カツカツカツ参りました、崎陽軒かなって。ね、わかるよ。はい、正解は、あー、わかりますよ。カツ丼。カツ丼一択ですね。あの、会社内にセブンイレブンがあるんですけど、そこでもカツ丼よく買ってるのは知ってますし、ちょうどこの前ランチ一緒に食べに行ったんですね。うないからここ行きたいって送られてきたのが、まあ、それはカツ丼屋さんじゃなくてとんかつ屋さんだったんですけど、うないはカツカレー頼んでたんですけど、私とんかつで、2人で一緒にいる時も大体どっちかすっぴんだったり、どっちか部屋着みたいなのだったりして、一緒に写真撮らないので、なかなかインスタグラムのフォロワーさんとかそんなにしょっちゅう会ってるって思ってないと思うんですけど、本当にしょっちゅう会ってて、パンケーキ食べたいとかフレンチトースト食べたいとかじゃなくって、とんかつのお店を一択で送ってくる、そういううないが私大好きですね。美味しかったね。はい、うわー、そうだよな。みんなに優しいからこっちだと思ったよ。よし、続いて自己ベスト 50m 走の最も近い人に得点。この話絶対したわ、でも大学生ぐらいの時に。やりすぎたかも。はい、せーの、じゃん。 1.8 6.9 6.9 7。あ、じゃあみんなこんなもんの刻んできました、みんな。だからもうどっちかしかないですよね。上行くか下行くか。そうね、ここも好きになってもいいよ。おお、はい、うん、覚えてます、覚えてます。高校生の時が一番早かったです。7秒切ってますよ。6秒4が自己ベストです。もうね、小学校6年生の時で7秒フラットで出てて、中学の時に6
6秒台で、高校生の陸上部になってから 6.4 だったかな。中学3年生の時はまあ共学だったのに、クラスで一番足が速くなっちゃって自己ベストは 6.4 だった気がします。本当？速っ。そんな、え、オリンピアンじゃないのってことリーさんたち、やったー、やっと一問正解した。続いて、無人島に一つだけ持っていくとしたら、わかんない、わかんないんだよ、神ムーン。いいですか、はい、はい、せーの、ドン、スマホ、イカダ、本、カッコタブレット、鍋、鍋、イノシシでも煮るんですか鍋。上村本好きなので、最近タブレットを導入したって言ったんで、うん、あわよくばタブレットかなっていう、キンドルとか、イカダ、イカダ、出てくね、書いてくれるのかなって思って、あれ賢いそこを書いてくれるよって、フェリーとか一緒じゃん、いいスマホだもんね、うん、意外と電子的なやつでしたね、うん、どうだろう、うん。うーん、一つだけですよね。電波の通じる携帯を持っていきます。まあ切れたらしょうがないんですけど、まだ電波が通じて電池も残っているうちに、生き残るサバイバル術をもう全部ひたすら調べて、あとは無人島でどうにかして頑張って生き延びます。でもだから電波の届く携帯っていうちょっとセコい回答にします。そうですね、電波の通じる携帯、脱出すればいいのに でもやっぱうないかな、本当、いやでも寝る時間合わなそうだな力持ちの斉藤くんとかいたら役に立つかもしれない。うないじゃなくて、じゃあ斉藤くんにしようかな。やったー、おー、そうなの、なんかこんな生々しい回答くると思わなかった。続いて、一番好きなディズニーのアトラクション、わかんないよ、なに、はい、はい、せーの、ドン、ベイマックス、スプラッシュマウンテン、カリブの海賊、ソアリン、シンデレラ城、え、シンデレラ城もうやってないよ、うん、アトラクションで、実は俺全然しない見てもね、あ、でも言うかもよ、あ、そっか、ああ確かに、ソアリンかもな。あー、いっぱいあるんですけど、これは別格っていうのがあって、これうない答えられるんじゃないかな、ちょうどこの前この話してたので、うないさんはこれ絶対答えられるはず。ディズニーシーにあるソアリンファンタスティックフライトです。ソアリンっていう乗り物がそもそも海外のパークにもあって、私が小学校6年生卒業した春休みに初めて海外行ったのがカリフォルニアで、そこのディズニーランドでソアリンに乗ったんですね。でそこで本当に感動して涙を流して、あ、自分は将来大きくなったらいろんな世界を自分の目でこういうアトラクションみたいに見たいなって思ったのがきっかけで旅行好きにもなりましたし、思い出のアトラクションです。だから死に来た時ほんと嬉しかったんですけど、この話をちょうどうないと、私ソアリン大好きって話をちょうどこの前したから、うないさんは確実に答えられるはず。絶対に乗った方がいいって言われたので乗りたんで乗りました。答えられなかったら、ちょっとこの前の美味しかったとんかつ屋さん、ジョーのとんかつをじゃあうないに奢ってもらいます。2000円くらいのやつ答えられないってことないと思います、多分。でもあともう一個好きなのがIt's a Small World、 旅行も好きで、やっぱり世界のいろんな民族衣装とか見たり、あのみんなが楽しそうに歌ってるあの世界観も好きなので、まあ、ソアリンが答えなんですけど、 It's a Small World って答えた人にも1点、ソアリンの人は2点、ありがとうございます。ソアリンか、よし、これは難しいよ、出たー、これ、何かポーズね、みんな一斉にいきますね、はい、せーの、うん、これやりそう、あ、これやりそう、なんかこれ見たことある気がする、ね、なんかこれやりそう、ポーズ、あー、え、 S1 ポーズです。あー、いや、まあ、5年間担当した番組でよく写真撮るときにこの S1
あのスポーツ選手の皆さんとやってもらったので、カコちゃんが私に引き継いで S1 やってくれてるので、カコちゃん当ててほしいな、この S1 ポーズ。インスタグラム写真でもこれやってるの多いと思うんで、うないとりなちゃん、斉藤くんもこれは答えられてほしいかな。 S1 ポーズです。この S1 ポーズ当てられなかったら、じゃあマイナス1点にしようかな。待って、なんか急に厳しいって。せっかくポイント取ったのにマイナスされちゃった。スマホが消えちゃいましたね。消えちゃった。次が最終問題です。1分間の自己紹介で体内時計プラマイ何秒でできるか。はい、いきます。せーの、ボン。プラ2 58でマイナス2。同じく58。マイナス3。お、みんなマイナス8。57秒。自己紹介、え、こんなの皆さんやってましたっけ。やってないですよね。いきなり。今報道系の仕事が多くって、タイムフィックス、結構ニュース読みながら、時間見ながら、あとこんぐらいの秒数あるから、この原稿をこんぐらいのペースで読まないとっていうのは結構やってるので、アナウンサー歴ももう8年目ですし、ちゃんとぴったり狙いたいと思います。やだ、ハードル上げちゃった。難しいよ。はい、では自己紹介いきます。1分、よーい、スタート。千葉県出身の上村紗友子です。今30歳です。30歳の記念にこの前イタリアのフィレンツェに行ってきました。というのも、中学校の時に冷静と情熱の間という小説を読んでですね、その時に、あ、30歳でフィレンツェ行くのってかっこいいなってその時に思って、ちょうど今回夏休み1週間ほど取れるっていうので、あ、30歳だったら、せっかくだったら中学生の時に、あ、行きたいと思ったフィレンツェに行こうと思って行ってきました。ここで今30秒ぐらいかな。でイタリアが本当に最高でですね、最高。まあ、私美術館行くのも好きなんですけど、美術館も楽しかったし、ご飯も美味しかったし、お酒も楽しかったし、もう天国でした。っていうので、旅行が好きで、今まで38カ国ぐらい出張や海外旅行で行ってきて、まあ、その土地の食べ物であったり文化を知ることが大好きです。あ、今何秒ぐらいだろう。45ぐらいかな。終わって言うの。はい、仕事としても世界のいろんなことを知りたいと思っているので、今のアナウンサーという仕事がとっても大好きです。これからも頑張ります。入社8年目1分。はい、なかった今最後58で止まってたじゃないですか。そこで終わってよかったのに、最後のいらなかった。58だったよね。あのまま締めれば本当にぴったりだった。じゃあリーさんですね、これも。やった。あ、確かに。やったー。さあ、結果が出ました。見てみましょう。ドン。リンさん0、私0、カーコ2、ウナポン5、タアさんマイナス2か。私もマイナス2だ。マイナス2ってことで、優勝はウナポン鈴木です。圧勝ですね。意外なところあった、やっぱ知らない、知らなかったよみたいな。ちょっと納得いかないですよ、最初の黄色とか。結構異議申し立てしてたよね。スマホ一番納得いかない。結構夢見てるかと思ったんだよね。そうね、わかるわかる。いろいろ上村さんのことが分かりましたけれどもね。いやでもずっとやっぱり同期として一緒にいるうなぽんはさすがだなと思いました。発祥。うなぽんゲームズも皆さん登録もそして見てください。よろしくお願いします。この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。